ビンス・ヤング、ビンセント・ポール・ヤング・ジュニア、バンサン・ポール・ビンス、ヤング・ジュニア、1983年5月18日隊は、テキサス州ヒューストン出身のアメリカンフットボール選手。現在フリーエージェント。ポジションは、クォーターバック、QB。母親と祖母によって育てられた。二人は、彼が、ストリート・ギャングに入らないよう育て上げた。 7歳の時に自転車に乗っていて、交通事故に IQ 史に一生を得た。自転車の部品の一部が胃の中に入ってしまい、数ヶ月入院している。高校時代彼は3年間、QB としてプレーし、3年間のトータルオフェンスで12,987ヤードを獲得するオフェンスを引っ張った。またバスケットボールでは、ガード、フォワードとしてプレーし、 一試合平均25得点以上を上げた。また陸上競技の400メートルリレー走、野球では、投手、外野手を務めた。テキサス大学オースティン校に入学した、彼は一年時は、チャンスモックの控えとして2番手の QB であったが、シーズン中盤から併用されるようになった。二年時全試合に先発出場し、11勝1敗の成績を残し、 大学史上初のローズボールに出場、ミシガン大学を破り初優勝を果たした。この年彼はパスで1849ヤードを獲得するとともに、ランでも1189ヤードを稼いだ。コーチたちは彼のラッシング能力を活かすために、アイフォーメーションから3人の WR を配置するショットガン体系に変更した。3年時には11勝0敗で再び、 ローズボール出場を果たし、34連勝中でマット、ライナーと、レジー・ブッシュラを擁する USC と対戦した。この試合で彼はランで200ヤード、3タッチダウン、パスで267ヤードを獲得し、41から38の勝利に結びつけた。この活躍で史上4人目となる2年連続ローズボール、MVP に選ばれた。試合終了後 USC の OB でもある、ロニー・ロットは、 ギャングは史上最高のカレッジフットボール QB だ。と語った。またピート・キャロル USC ヘッドコーチも自分が見た中で最高のパフォーマンスった。と述べている。この年彼はパスで3036ヤード、ランで1050ヤードを獲得し、デイビー・オブライエン賞を受賞した。2005年のハイズマントロフィーの最終候補にノミネートされて、 レジー・ブッシュに次いで2位の得票を集めた3位はマット・ライナート2年間で30勝2敗勝率93.8%という数字を残した2006年の NFL ドラフトにて全体3位指名でテネシー・タイタンズに入るその年タイタンズは ASQB であったスティーブ・マクネアをボルチモア・レイブンズへ放出した2006年シーズン 開幕はベテラン QB のケディ・コリンズが先発したが4周目からはエース QB に昇格し開幕5連敗という不審のタイタンズを終盤は6連勝とあと一歩でプレイオフ進出というトロまで躍進させた。ランでも552ヤードを走りこれは新人 QB としての NFL 記録を37年ぶりに塗り替えた。これらの活躍を認められ シーズンの最優秀攻撃新人王に全得票50票のうち23票を集め選ばった。2007年に行われたプロボールでは代理出場ではあったものの新人 QB としては1983年のダンマリーの以来の出場であった。2007年にチームをプレーオフに導いたが2008年の開幕戦でにインターセプトを喫し激しいファンのブーイングを受けると共に 左膝の人体帯を痛めてしまい、ベテランのケリー・コリンズに先発 QB の座を奪われた。彼が不在のチームは、開幕11連勝を含む13勝3敗と、NFL トップの成績を収めた。NFL 選手として心が折れかかっていた、彼に天気をもたらしたのは、テキサス大学時代から父親のように叱っていたスティーブ・マクネアの球種であった。2009年シーズン。 コリンズが不調で、チームは開幕から6連敗を喫したが彼が先発 QB に復帰後5連勝するなど、奇跡のプレイオフ進出も期待された。プレイオフで負傷したフィリップリバースに代わり2010年1月のプロボールに選ばれた。2010年シーズン開幕前、2005年のハイズマン賞を受賞したレジー・ブッシュが在学中の不正な金品授受,受を理由に同賞を返上した際、 その年の投票で2位となった彼に対して質問が集中したが、例は今後もハイズマン賞受賞者だ。と答えた。この年9試合に出場1255ヤードを獲得10タッチダウン3インターセプト q b レーティング98.6の数字を上げていたが11月21日のワシントンレトスキンズ戦で右手親指の屈筋を断裂。 シーズン絶望となった。また、この試合で、肩パッドとユニフォームをスタンドに投げ込んだ行為について、ジェフ・フィッシャーヘッドコーチと抗論となった。2011年1月5日、バド・アダムス・タイタンズをナーよりチームに残留させる、意思がないことが発表された。ロックアウトが終了後の2011年7月28日、タイタンズを解雇され、 同日フィラデルフィア・イーグルスと一年契約を結んだ。2012年5月11日、バッファロー・ビルズと一年200万ドルで契約を結んだ。なお、同チームでは、バックアップ QB のポジションを、タイラー・シグ・ペンラと争った。スプレッド・オフェンスの習得に苦しみ、シアトル・シー・ホークスから、タバリス・ジャクソンをビルズが獲得することが決まった。ビルズから8月27日に放出された。 2013年8月6日、グリーンベイパッカーズと1年契約を結んだ。アーロン・ロジャースの控えの座を目指し、プレシーズンゲームでは最もスナップを受けて活躍したが、8月31日に解雇された。彼を解雇したことについて、9月1日に、テッド・トンプソン・パッカーズ GM は自分の過ちだったとコメントを出した。2014年1月。 連邦倒産法第十一章の適用を申請、破産手続きの回収を申し立てた。身体能力に優れており、非凡な才能を持っているが、投卒力、安定感に欠けている。また、練習態度や素行面に不安が持たれている。196cm、106kg と大型の QB であるが、彼の持ち味は、ランプレーであり、RB 並みの脚力で、 相手陣営に攻め込むプレイは圧感。人気ゲームソフトマッテン NFL シリーズのカワープレイヤーにも選ばれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。